はい、白馬47ゴンドラ降りました。今日が5月、5月の3日、火曜日です。今日は、白馬47とゴリを滑ります。明日は多分熊の湯と横手山滑ります。僕は高須のファクトダイナランド専門チャンネルです。はい、じゃあ他の動画も見てね。っていうか、ちょっと待った。これ、あ、違う。コブ斜面の動画、あ、林道汚いなぁ。ここに何かあったのにもうなくなっとるね。ピクニックしとるわ、ピクニック。アスレチックあるね、あそこに。で、コブ斜面だけど、誰か降りてきとったから、まだここね、降りてきとったよな、さっき。あ、降りてきとるな。あ、あの間、歩かの感じじゃん。20メーターぐらい。なのに閉鎖しないってすごいね。いやー。すごいなー。いやー、高須ダイナーだったら、とっくに閉鎖だよ、こんなの。いや、自己責任っていいよね、自己責任の社会って。いや、だいぶ雪ないね。雪がないけどどうぞみたいなさ。すごいな。あの辺の通路とかはもう、ま、あの辺だけだね、こう楽しめるのはね。あの間しんどいよ。ま、ちょっと俺はやめとくわ。はぁ。いや、五竜のてっぺんのさ、あれだよ。コブ大丈夫かな。まあ土見えてるだろうな、ところどころ。歩いてるじゃん、ほら。なんで？わかった、一旦脱いだんだ、どっかで。で、もう履くのめんどくさいから歩いてるんだ。まあそろそろだね、でも。ゴールデンウィーク、まあ今度、あさって雨だから、あさって雨でもだいぶ溶けて、五竜の上の方だね。よくまでらしいから、お、営業はね。はい、滑りに行こうと思います。他の動画も見てね。じゃあね。